ゴヒカリ神は、新末民発の軍人。北京政府、安ン派の有力軍人で、団気髄配下の四大混合の一人と目された。また、団の議定にあたる。字は、遠藤、児童、食堂、志道。1903年6月、日本に留学する。陸軍主官学校法陛下第3期で学び、翌年卒業した。帰国後は、 北洋陸軍第三鎮放三表艦隊、法天根聖教、しめぎみ第十三根聖教法標、しめぎみ第二軍参議官と歴任した。1914年、陸軍第二十四市長に就任したが、同年、病のため辞任した。遠征外死後は、断気髄率いる暗記派の有力幹部と目される。1917年、 将校女優司令部司令に任命された。同年夏には、四川差弁士を兼任した。1920年6月、湖南特軍も兼ねた。しかし翌月の安直戦争の際に、クレは直霊派の湖北特軍を占い元に拘禁され、軍も武装解除された。1921年に釈放されると、後光神は法天派に組みする。1924年9月の第二次、 佐佐具自家戦争では、佐佐具軍第六方面軍副司令として参戦した。団気随による失勢政,政府が成立すると、陸軍総長、陸軍訓練総監に任命された。1925年12月に辞職し、団と共に上海に移住した。1939年、香港で病没。去年59。ありがとうございます。